ごちそうさま。行かれますか？ええ、時間が無限にあるわけではないもの。そろそろ夕暮れ時でございますね。もうなんて人なのかしら、私の誘いを袖にして。あちら様にはあちら様の都合がおありなのでしょう。私の都合を優先してちょうだい。いかんながら、この世の中はお嬢様を中心にして回ってはおらぬようで。そうなの？なんてこと。なら私が真ん中に来るように世界を作り変えておかないとね。それは次の日曜にでも。え、今は仕事を片付けましょう。バローズもご一緒に。せっかく許可が下りたんだもの。弦楽器はずっと弾かずにしまっておくと品質が損なわれてしまうのよ。では良き音色を心待ちにしております。バーヤも外のフォローはお願いね。は。そこの女、止まれ。現在建長寺は幕府の管理下にある。一般客の参拝は認められない。退去せよ。参拝客ではございませんの。どうしてくださいましな。何？寺の関係者か。ならば証明書を見せろ。証明書？駐屯隊長が発行したものだ。本当に関係者なら持っているはずだぞ。ああ、はいはい、これでよろしいのかしら。ん？万国共通の通行許可証、確かにお渡ししましたよ。貴様、ごめん、遊ばせ。六原武士をなめるな。あら、すぐに仲間が来る。竜騎兵も自分の愚かな行為を後悔すると。根性が終わりなのね。胸を打ち抜かれてなお予備校服なんて素敵でしたよ。銃声に警笛、敵襲か。出会え出会え、何者かが門を破ったぞ。あらあらあら、なんだか大変な大騒ぎに。どうしましょうどうしましょう。あの女か。銃を所持しております。よし、分隊応列て。どうしましょう、こうしましょう。なに、この距離で全弾外れ。バカ者ども、ちゃんと狙わんか。弾倉交換急げ。残念ながら3アウトでチェンジです。ここからは私の手番。はい、ゴールド勝ち。そこの女、侵入者の貴様か。いえ、その方ならあっちへ行きました。私は見ての通りただの尼さんです。ご、校長殿、女の背後、第三部隊が殲滅されております。あら、本当、皆さんお倒れになって昼寝でもしていらっしゃるのかしら。殺せ。少しくらい話を聞いてくださいません？貴様が地面に這いつくばった後でな。そう、私と同じ趣味なのね、五条さん。なんだと。私も相手を這いつくばらせて話すのは大好きです。ちょうどこんな風に。貴様、弾をよけ。あ
さーて、なんか私一人で勝手に盛り上がってまいりましたよ。笑っても笑っても笑っても私だけ周りで皆さん死体になっていて何も答えてくださらない。なんだかとても惨めな私、まるで世界の全てに置き去りにされたよう。楽しそうで結構だな。だがそこまでにしていただこうか。冗談みたいな絵面だな。悪夢と言い直せ。こんなご婦人を一人様にここまで侵入を許しただと。ちと怠慢が過ぎましたかね。親王殿下の尊きお命なんて僕らがお守りする筋合いじゃないわけで。だがむざむざ侵入者の手にかけさせては我らの恥だ。そうした責任意識はとても大切でしてよ。責任のなさは誇りのなさ、男の魅力もありませんもの。いいこと言いますね、この姉さん。まったくだ。場所が場所なら口説きにかかるところだが。この見るも無残な鉄皮だよな。お気に召さなくて。ヘルファイアソルジャーズ、趣味っちゃ趣味だがね。よくぞまあ殺しも殺したり。そして獲物は年季の入ったその銃一丁。ええ、気に入りですの。でも銃の手応えはあまり好きではないのですけれどね。人を殺すときはやっぱり素手が一番です。こう両手でくびり殺すのが一番。今縮みませんでした？縮んだよ。レディー、人殺しがお好みで？はい、それはもう何よりも。殺されるのは？ああ、忘れておりました。それはきっと殺すよりも素敵でしょうね。想像するだけでときめきます。よかった、安心したよ。職務上俺は殺されるわけにはいかないが、殺してやることなら何とかできそうなのでね。聞いての通りだ。ネジが一本どころじゃなく緩んじまってるこのメス犬様に奇水のを一発見舞って差し上げろ。了解。なんだか殺しちまうにはちょっと惜しい人ですけどね。お前の趣味を疑うぜ。あらあら、皆さんお揃いで私を喜ばせてくださるとおっしゃる？けれど死の楽しみは一度きり。私としても相手は選ばせていただかないと困ります。俺たちでは不満だと？いささか役不足というものでしょう。ああ、今のは謙譲の表現でしたよ。文法ミスではなくてよ。ふん。お前のような女に殺された兵卒どもにも不満はあったろうよ。失礼な、こんなイケイケギャルを捕まえて。だが奴らは不満を飲んだ。ねえ、そうさ、そういうものだ。結局この世の中、力のある者が自分の好みを押し付けるようにできている。これから俺がお前にそうしてやるようにだ。文句はなかろう。そう、結構でしたよ。確かに力の強い者には歯向かえませんものね。それはとても納得のいくルール。そう、それがあなた方のルール。だから私、あなた方の相手をするときは同じルールを自分に課していましたの。六波羅への敬意を表して、これまでずっと。ええ、もちろん今もそういたしましょう。ん？楽器？何の真似だ。最後に一曲、そのくらい許してくださるでしょう。これでお別れなんですもの。
自分へのレクイエムにしちゃ妙な選曲だな。満足したか？ええ、とても満足。だから、あなた方も満足させて差し上げる。あ、なんだと？剣？言い忘れていましたけど、このバローズのコンセクレーションテーマは私の敵、つまりあなた方のためのレクイエム。どうやらお好みではなかったかしら。けれど私の方が強いものを、力ずくで好みを押し付けてしまいましょう。よろしくて。キリよほりしろ。十中八九、そうでしょうね。上には来ない。と、見ていいようだ。ミド？な、何やってるの？ちょっと遊んでる場合じゃ。いい。これは、まさか。
貴様、まあ、仮にも武者の身で。毒を使うのか。かわした。ミド、行き。少なくとも今もな。次第に広がっているような気がする。首や足腰まで動かなくなった時には危うかろうな。そんなことになったら手立てもあろうに毒とはね。心の底から呆れる話よ。前例を探そうとしたら蒙古襲来絵言葉まで遡っちゃうんじゃないの。俺も他には聞いた覚えがない。働く武者など落ちたところで拉致も開かんな。そうね、それは奴を地べたへ這わせてからにしましょう。今その毒のことだけど何かわかるか。毒の正体についてなら皆目、誇りにかけてもそんな知識は学ばなかったの。だろうな。だが俺の体のどこにどう毒が作用しているのかならわかるはず。神経はもちろん傷口から血管を通して広がっているんだけど、おかしくなってるのは神経の方、あと筋肉も。テトロドトキシン。鉄砲。いや、要するにフグの毒だ。つまりこのまま放置すればすぐに死ぬわ。継続しないと。お前の力でできるか。多分全行動を停止して数分かかればだけど。
神聖に耳を傾けてくれると思える。減らず口叩いてる場合なの？症状の進行を遅らせることができるか。それくらいなら。でも大して長くは持たないと思う。急いでケリをつけると。流れ変える。しのげたわね。ああ、やっぱり薬か何かを使っていたんでしょうね。村政、熱量が急激に低下している。単に消耗したのとは違う。無理やりに引き上げていたものを取り返されたって感じ。自滅したのよ。要するに
中にいたのはどんな人間だったのか。さあ、ねえ。